あれどこにいるのかな。どこ。今日はシード機嫌印鑑の広場からお届けします。見えないよ。あれかな、あの二人がそうかな。ハラキン観光レッツゴー。わすごい、ジャンプして。跳躍力が良かった、よくわかった。皆さん見えてますか。見えてるよ。僕らの小人さんみたい。見えますか。ピンクが目立ってる。黄色も目立ってますよ。あ、見えてるって。よかったよかった。こちらではですね、明日明後日開催されますクラフトビア金沢の、準備が行われております。はい。お、そして改めまして GUM ガムです。さあ、イチョウの色も色づき始める季節、イチョウのように明るい黄色でみんなに癒しを届けます。ギナンボーイズでーす。ギナンボーイズちゃう。 S ついてたら俺もそう。違うでしょ。はい、違いますね。違うでしょ。ギナンボーイです。よろしくお願いします。そして、はい、この時期あちこちでピンクや白い花をつけるコスモスを見かけます。コスモスのように華麗に花を咲かせたい体勢でーす。誰がわかんねん。それウルトラマンコスモスやろ。わかるで。俺にはわかるぞ。大勢、俺にはわかる。でもみんなは多分誰一人わかってない。わーってなってるもんな。わかりました。わかんない。さあ、ということでですね、本日はですね、ご紹介するのはクラフトビール、それから子供たちとシェアもできる魅力的なフードが楽しめるイベントです。クラフトビールは、はい、苦味や香り、色など、個性的なものが多くてね、楽しいですけれども、はい、今日はですね、ダンスが得意な僕たちが踊りで美味しさを表現します。どちらがうまく表現できたか、ぜひ判定よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。ここ3人で紹介していくわ。あの、さあ、それでは、本日の旅のしおりです。はい、いろいろ試そう100種類のビール、一生分のビールを飲みます。そして迷う喜び、最強おすすめのおつまみ、どちらにしようか迷いますね。いっぱいあるもんね。はい、ということで、それではですね、はい、美味しいクラフトビールを目指してレッツゴー。行きましょう。行きましょう。いいよね。持ってるビール。さあ、今年で9回目となる今日ご案内するクラフトビア金沢なんですけれども、うん、今回14のクラフトビールが作っている、ブルワリーさんが出店するんですが、そのうちの3店が今回は初参加ということですね。そしてですね、うん、こちらです。こちら12枚のチケットになってるんですけど、うん、専用グラス1杯はチケット2枚、はい、うん、2枚テイスティングサイズはチケット1枚となっております。テイスティングサイズがこれぐらいかな。こちらぐらいですね。半分くらい、はい、ということでですね、早速初参加のお店をご紹介していきたいなと思います、ね、うん、はい、はい、金沢市無料寺のブルークラシック坂尾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのビールなんですけど、はい、どのようなビールなんでしょうか。はい、あの、青リンゴのようなフルーティーな味わいが特徴で、はい、あのワールドビアカップというあのビールの世界大会で金賞を受賞しました。金賞だよ。もう誰もが嬉しい金賞ですよ。はい、フルーティーな、飲みたくなる、ね、はい、飲みます。いいですか。はい、お願いします。うわー、楽しみ。お、まあ、いっぱいいっぱい。並々ですよ、見てください。並々ですね。本当ですね。あ、匂いがちょっともうフルーティーな感じしますね。あ、いいね、そそられるね。それではいただきたいと思います。 いただきます。いいなー。いく、グイグイグイ。後味にこのリンゴの感じある。本当に、すごい。でも飲みやすくてさっぱりしてますね。さっぱりして、ちょっと今日日差しが強いので、いや、僕も行っちゃっていいですか、うん、あ、すごこれ、すごこれ横からすごこれっていう、後からね、またじわじわ来るんだね、きっと。後味が、あー、お前すっげー。いや、めっちゃ後からやってくるよ。飲みやすそう。すごい、小さすごいよ。もう今日来てよかったです。遅れてきた、反抗期ぐらい遅くからやってきた青りんごが。すごいよ、うまいでしょ、ね、びっくりした、びっくりした、ね、いや、表情です。じゃあ、まあ早速なんで、うん、はい、このビールの味をダンスで表現対決。あー、ダンスで表現。もう味絶対負けない、絶対負けない。どう表現するのか。さあ、じゃあちょっと早速ダンス対決していきたいなと思うんですけど、はいはい、まずはヒヨから俺からいきたいと思います。皆さん、このビールの味ね。あ、違う、このビールよ。あ、この感じ。まだ残ってます。まだ残ってるって相当すごいよ。はい、はい、踊っていきます。いきます。おお、はあ、染み渡
続いて体勢いきます。 OK グッジョブ。さあシンプルな体勢のダンスも出ましたよ。はい、さあスタジオの皆さん判定の方よろしくお願いします。せーのドン。はい、あ、3人ともキヨさんです。お疲れお疲れ。はい、松原さんコメントお願いします。キヨさんのがやっぱりちょっと最初で気合が入ってた感じしてましたね。キヨさんのが染み渡ってる感じ、うん、ありがとうございます。やっぱりこの辺で何を伝えたいか、染み渡るんです体中に青リンゴが、うん、なるほど、なるほど。伝えたかったです。いや僕はですね、すごいパンチのある青リンゴの味をこう表現してたんですけど、うん、なるほどね。まあ、お互い、まあ、よかったですけど僕の勝ちということで、はい、松原さんのコースちょっと厳しかったから次からまた頑張って、まあ、そうそうそう頑張ってくださいね。ちゃんとやってください。なかなか厳しいですこの人、うん、どうでしたか。ダンスどうでした。ダンスベリーグーでした。あ、ベリーグーいただきました。優しい、もらいました。はい、ベリーグーでした。佐川さん美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあそれではまだまだ紹介の方をしていきたいと思います。はい、次のお店も初出店になります。はい、はい、ちょっとこちらの方なんですけれども、うん、まあ、すごいね、会場自体も広くてたくさんのお店が並んでるんで、ちょっと全部本当は楽しみたいぐらいなんですけれども、まずはこちらですね、ちょっと来ていただいていいですか。はい、はい、到着いたしました。はい、こちら山梨県からお越しくださいました八ヶ岳ブルワリ宮下さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。わ、早速今見てビールついてきまして、ありがとうございます。美味しそうですね。ついてるところ見るのもいいよね。宮下さんちょっといかつさもありつつね、ちょっとダンディーな男性ですけれども、もう絶間違いなく美味しいですもんね。はい、こんな方が作ってくださるビールなんて最高、間違いなしですから、はい、じゃあ早速、はい、いただいていいでしょうか。はい、どうぞ。こちらのこちらどんなビールなんでしょうか。2番のビールで、はい、山梨県の桃を使ったフルーツビールになってます。すごいですね。はい、これがだからバイツェンみたいな種類的には、そうですね、こう白く濁ったホワイトビールになってます。はい、はい、じゃあフルーティーがまあいいですか。じゃあ早速、はい、大勢からいけば、僕からいきますか、ね、じゃあ飲んでみたい。いただきます。この濁りすごい、すごいですよ。もう本当にピーチジュースみたいな、ね、本当に、うん、いただきます。どうでしょう味は。おお、どう、ね、なんかビールとピーチの間ぐらい本当に飲みやすい。そうやな、そうな、そうなピーチとビールの間やねこれ。そうなんだ。じゃあ本当にグイグイいけます。グイグイいけます。じゃあ僕もフルーツジュースいただきたいと思います。いただきます。おいしい。泡も美味しそうだね。ねえ、たっぷりね泡。あ、すごい、他のビールと比べて苦みがまろやかで、うん、桃の香りがすごい芳醇で広がってきますね。うまいな、うまい、ありがとう。うまいな。いや、なんか苦みが、ね、そんなガツンとくるわけじゃなく、どっちかというとピーチのまろやかさがきます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい美味しい。すごい。じゃあこのビールを味をダンスで表現対決。よしよしよし、負けねえぞ。またボコしてやるよ。頑張ってよ。よっしゃ、じゃあまた俺から行ってもいい？いいですよ。よし、俺から行くよ。いいですよ。やっぱりっ、うん、もうビールでしょ。はい、で、こんだけ美味しいビールやからこれしかないです。行きます。あ、まさか先日リリースしたガムのフルアルバムアルガム4からオリコンデイリーなアルバムランキング2位いただきました。もう半分宣伝しちゃって。さあそして、はい、さあそして、おっとこれはごめんなさい、ちょっと見せれないです、ごめんなさい。多分ガムの曲なんでしょうけど、まだ何も出せてない、情報が出てない曲になりますんでね、やめてもらっていいですか。ごめんなさい、ダメですよ。そうなんだ、ちょっとフライングで表現しちゃったんだ、はい、それではでも味わいをね、スタジオの皆さん、はい、判定お願いします。はい、行きましょう。せーの、はい、大勢さん2票、キヨさん1票で大勢さん勝ち。はい、森谷さんコメントお願いします。ありがとうございます。キレが良かったです。キレが、ビールのキレと相まってました。またぜひね、このダンスぜひお楽しみください。はい、もう見てる皆さんもね、あの待ち遠ししてると思うので、今森谷さんキレがあってよかったって言ったんですけど、負けたキヨさんの方の感想でしたからね。大勢さんの方にやったさがありましたから。確かに、はい、そうですよね、俺の方がキレあったんですもんね。そう、キヨさんの宮下さん、あの僕たちの美味しさを表現しっかりできてましたでしょうか。うちのビールのようにキレッキレで最高でした。ありがとうございます。目力ありますね宮下さん。キレッキレ、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。さあ、ということでですね、会場には2日間で100種類ほどのビールが販売されるそうなんですけれども、はい、皆さんもいろいろなビールを味わってみてはいかがでしょうか。宮下さん戻ってる、キレキレで一緒に踊ってましたか。宮下さん、キレイ、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いてはなんですけれども、はい、美味しいフードを目指してレッツゴー。かっこいい、まだテンション上がってきちゃってる。いいですよね。テンション上がってきてる。ビールはもちろんなんですけど、子供たちともシェアを楽しめるのがこのクラフトビアのフードなんですが、フードは初出店3店を含む17店がおよそ50種類のフードで楽しめるということで、そして今回なんですけど、今回からゆっくりと飲食が楽しめる特別席というのが登場したんです。ただただただ人気すぎて予約がいっぱいだそうで、ただまあ当日空き情報とかもあるかもしれないので、その状況は会場のスタッフさんにお問い合わせください。ね、はい、そして僕たちも行ったんですけど、芝生でもね、あのビールとお食事を楽しめるという写真も出てますかね。すごい、すごいいい感じです。こんな感じです。なのでぜひ楽しみに来てください。はい、それでは、フードの紹介を していきたいと思います。はい、まずはこちらですね、ディアスタンド袋松さんですね。エビ明太とろろ焼き、はい、そしてこちら居酒屋87さん、のとイカゲソの海賊揚げ、そしてお好み焼き八百屋さんのスパイス枝豆の鉄板焼きです。さあ、迷ってしまうね、種類豊富な最強フード味わってみてはいかがでしょうか。いいですね。はい、皆さんレッツダンス。ありがとうございます。一緒に踊っております。はい、ということで本日は改めてありがとうございました。ありがとうございます。代表して宮下さんの方から一言よろしくお願いいたします。はい、全国から有名なブルワリーが集まっています。はい、美味しいクラフトビールと美味しいフードで皆さんに楽しんでいただきたいと思います。一緒に乾杯しましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、本日の死ぬ景品館からお送りしました。明日明後日開催されますクラフトビア金沢をご案内しました。花金観光、またのご利用をお待ちしております。ありがとうございます。